13日、梅雨の合間、台風の兆しのある、晴れ間、になりました。夏のような日差しを、一の谷の谷に浴びています。しっかりと育ってますよ。風が強くて、家のお先が倒れています。やっぱり最後はもう咲き終わりました。こちらは柿、まだまだ青いんですよ。あと、柿の実が伸びました。腰も。ないですよ。ああ、この通り。ちょっと下から見てみましょうか。こんな感じですね。そろそろ木の中に、草が増えてきてます。来週もビオトープ活動のないところに草取りをしましょう。下の池、茶碗橋、続々とつぼみが大きくなってきてます。7月の13日、小さな自然の様子でした。